京急デト30系電車は、京浜急行電鉄に1949年から1989年まで在籍した資材運搬用の事業用電動無害貨車である。デト20系の造備として、旧車中だった木造のデト1系の改造面にで1949年に31,32が、1964年に33,34の、 軽音量が、等急車両製造で製造された。荷重10トン。製造時により、若干形態が異なっていた。平床の典型的な無害貨車で、両端に乗務員扉1枚分の奥行きとつまに、窓1枚を設けたリベット組み立ての構成運転台が設置された。外観は、 デト20型とほぼ同じだが、車体が溶接構造、ノーヘッダーとなり、トラス棒も廃止された。品川より運転台は、屋根が荷台側に伸ばされてその上に、通常の皮脂枠形パンタグラフを搭載。荷台部には、背の低いアオリドが両運転台間の全長にわたって、設けられた。運転台は黄色に赤帯、その他は灰色に塗装されていた。主制御機は、 電動化無軸式の東洋電気製造製自動、加速制御機 ACH475 から 516D で、主電動機は三菱電気製メガバイト -117 を各台車に2機ずつ送火。台車は、汽車会社製に HE、ブレーキ装置は230型などと共通の M3、同弁によるアム自動空気ブレーキを搭載。配給列車に運用される、デッド30系。 森のうちにて1989年7月撮影他の、貨車の掲飲用、または炭鉱での配給列車として使用された。デト11.12系の登場により1989年に全車廃車された。ありがとうございます。